鼻でもかゆいのか。こいつで書いてやろうか。なんじゃその顔は。取って食われるとでも思うたか。思いました。思えば貴様のような相手への拷問は初めてじゃ。犯罪者でも悪人でもなく。さてそんなわけでお主とわしは留守番じゃ。隊長殿が体毛を達するまでの間の猫よ。暇つぶしに芸でも見せよ。今から貴様に天人の御水の真の目的を伝え、砕かれ二度と立ち上がれずこの部屋にとどまる。必ずそうなる。